こんにちは、ストックさんの奈良本です。今回も砺波さんにお越しいただいているのでお話できればと思うんですけど、我々に対してよく言われる不安みたいなお話で、コンサル会社なんで設計とか戦略強いのは分かりましたと、デザインどうなのみたいなお話が結構あるんですけど、多分砺波さん的にはなめんじゃねえぞっていう感じだと思うんで、そのあたりをお話しいただきたいなと思ってます。分かりました。そもそもなんでデザインが弱いというふうに思われるかっていうと、デザインの表面的な部分だけをデザインして、企業様もこのデザインが本当にいいのかどうかわからないっていうことが結構多かったりするんですよね。それはなんでかっていうと、表面的にデザインをしているからであって、企業のサービスの良さとか思いとかコンセプトっていうところがしっかりデザインに落とし込まれてないことが多々あるんですよね。私の場合は表面的なところだけでデザインするのではなくて、しっかりコンセプトから作って、ランディングの支援っていうところからやってるのから、デザインが強いのかなというふうに思ってます。結構あるのって、デザインはなんとなくいいみたいなみたいなのを言ってるお客さん多くて、それなんでかっていうと、そこがうまくブランドと紐づいて言語化されてないっていうところだと思っていて、でそこってなんとなくの満足度はあるんですけど、結構後々になって成果が出てないとか、不満につながる火種になってること多いのかなっていう印象で、そこが起こらないっていうのは砺波さんと今一緒にやらせてもらってる中で強みかなっていうふうに思ってるところなんですけど、具体的にそのブランディングみたいなところってどういう形でやってるんですか？普段はですね、コンセプトメイキングって言って、企業の理念ですとかコンセプトを言語化するっていう作業をやっていきます。この言語化が必要不可欠で、どういった理念を持っているかっていうところをしっかり言葉にしないと、その後のデザインですとか、そのサービスの名前を決めるっていうところに繋がらないので、まずこれをしっかりやっています。コンセプトをしっかり作って言語化することによって、それをビジュアルに落とし込むっていうところが、ロゴのデザインですとか、ウェブサイトのデザインですとか、サービスのデザインに繋がっていくっていうところになっていきます。あとはサービスの名称ですとか、これも非常に重要なことで、ネーミングっていうんですけれども、これを一緒になって考えていくってことをやっています。ブランディングっていうのは、企業の持ってるサービスですとかパッケージですとか名刺とか会社案内とか何でもそうなんですけれども、そういったものが全て一貫したデザインで表現できているのかっていうのが非常に重要になってくるので、そういったところを私の方でデザインをしっかりさせていただいているっていうところです。一緒にやらせていただいてていいなって思うのが、一貫してできるっていうところで、紙媒体は無理なんですっていうウェブデザイナーさんとかも結構多かったりするじゃないですか。そこら辺も紙も商品パッケージもいろんな媒体に転用できるっていうところが一個強みかなっていうふうに砺波さんは見てて思うのと、あとはやっぱり言語化のところが抜群にうまいというか、デザインとしっかりとつなげてくれるんで、そこはやっててかなり心地よいかなっていう印象ですね。ありがとうございます。我々とかが戦略のためのコンセプトワークみたいなことは結構するんですけど、それをビジュアルに落とし込むのが砺波さんは得意っていう感じですよね。そうですね。ロゴのビジュアルですとかネーミングっていうのは、コンセプトの明確化ですとか言語化っていうのがもう必要不可欠なので、これがないとなんとなく雰囲気のいいものしかできないんですよね。なのでそういったものをしっかり言語化してデザインに落とし込んでいくってことをやっております。砺波さんがうまくいったブランディングの事例みたいなのって何かあったりするんですか？僕もともとデザイン業界のパッケージデザインとかっていうところも結構やってたんですけれども、ここで言うとですね、お漬物とかって結構硬いネーミングの減塩キャベツみたいなものが多かったりするんですけど、これのブランディングをしたいっていうところで依頼を受けまして、ご飯が進むくんとかって結構キャラクターとかが人気あったりしたので、その商品の名前をキャラクター名にして、ロゴの形でそのキャラクターみたいなものを作ってデザインしたんですけれども、これがですねすごく人気になりまして、結果的にキャラクター展開でシリーズ化をして、お客様の認知も増えました商品の売り上げも上がるっていうところだったんですけど、これはキャラクターが良かったというよりは、しっかりそれをブランドとしてキャラクターを使った展開をしましょうっていうところで成功した事例かなというふうに思います。結構見落とされがちだと思うんですけど、ブランディングって意外と問い合わせ率に寄与しますよっていうところが結構あると思ってて、はい、今一緒にやっててここを一貫してできるから、よりいいサービスというか、はい、いいデザインとかいいページができてるなっていう実感が結構あって、そこは結構見落とされがちなんですけど、認識してほしいなって思いますよね。そうですね、大事なところだと思いますね。なんかブランディングって本当に響きのいい言葉としてふわっとされてるんじゃなくて、それを一貫してちゃんとそのブランドとクリエイティブとマーケティング戦略3段階ちゃんと紐付けてやるとめちゃくちゃインパクトあるんで、そこって結構大事だなっていうふうにはちょっと思ってるところですね、はい、メッセージとか上手に出せていなかったりとかすると、デザインとちぐはぐになってしまったりだとか、ロゴはかっこいいんだけどメッセージとか他のデザインに落とし込まれてないっていうことは結構企業様あるので、やっぱりそこを一貫するためにもしっかりブランドを意識して言語化してデザインに落とし込むってことやってた方がいいかなと思いますね。僕は結構ブランディングが得意だったんですけど、マーケティングの部分がちょっと苦手だったので、そこは奈良本さんと一緒に組んでやることによってかなりやりやすくなったなという実感がありますね。結構やっぱりコンサル会社はコンサル特化で、戦略とかには強いけどブランディングのところは弱かったりとか、逆にブランディングが強いところは戦略面弱かったりみたいなところがある中で、今こうやってブランディングから戦略まで一貫してできてるっていうところが我々の強みかなみたいなところですよね。そうですね。そういう意味で言うと、今新しいサービスを立ち上げたりとか、実はちょっと言語化うまくできてないんじゃないかなみたいな不安がある方とかは、ぜひ砺波さん指名でお問い合わせいただけるといいんじゃないかなと思います。では今回は以上です。ありがとうございました。ありがとうございました。